ここでこうやったら盛り上がるみたいな一つのフォーマットがあるとなんかだん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 自分の周りにこうイエスマンじゃないですけどなんかそうやることが成功の形みたいになっちゃって活動していく中でだんだんもしこうイエスマンに取り囲まれたらよくないなっていうのはこう思うんで。 んかこう地に足つけていくイメージというかアルバムでこの曲の前が確かケージバーズって曲なんですけどでそこでこう「Take me take me take me higher」って言ってイカロスでしたなんかろうそくの 翼でで飛んでってだけどもうこう <laughs> 求めてるものとか手元にないものをこうずっと追いかけようとしてでも溶けちゃってで「We going down」って言ってこうまあ現実を見るというかそれでまあエゴっていうかこう自分っていうものなんていうかフォーカスがこう当たっていくみたいなそうですねなんかまあ違って。 というか自分なんつったんそうですね自分が戻ってきたってなんかよくわかんないですけどなんかこう見つめ直すみたいな自分をみたいな,なんかそういう感じですかね。このビート聴いた時になんかすごい勝手で申し訳ないですけど「あなんか J さん好きそうなビートだな」ってちょっと思ってですごい声が。 マッチしそうだなとと思ってテンポとかでいいてみてみみたいな感じでした相性がいいのかは分かんないんですけどまあ単純に僕は一番好きなのかなって思います最近。最初から好きだったんですけどやっぱりライブ見てても思いますしまあビートもかっこいいし。 ラップの言葉の美しさとか、ブレスの残し方とか、なんか、やっぱすごいかっこいいなっていうので、なんか純粋に一緒に作りたいなっていうので、まあ、あの、オファーさせてもらったりとか。 自分と、まあ、こう今こう喋ってて三人目の目って何かこう嫌なんですよね嫌って何か変ですけどで僕結構こう人と喋ってる時とかも 周りに誰かがいると喋れなくなったりとかトイレで小便器してる時とかも隣に誰かがしてるとこうでき出なくなっちゃったりするんですけどなんかこう「第三者のの目っていいいいううがすごいこう痛とこ ego is back」イイってなってまあ自分と何て言うんですかねまあ知っている人ともう一つの目みたいな。 本ちゃんのやつ忘れちゃったんですけど、sleep is the cousin of death みたいな。なずの、sleep is the cousin of death そうですね。止まったらこう、ダメというか、なんか止まったら終わっちゃうみたいな感じがあって、その制作とかもしてて、何ていうんですかね、休みなくこう書い,書いて書いて書いて、曲作って作って作ってみたいな、結構そういう心境だったんで、手を止めたらダメみたいな、なんか、もっとやらなきゃみたいな、 ちょっとそういうダメなゾーンに入ってたんですけどなんかそういうニュアンスだったと思いますすぐ寝ちゃうんですけどだからないかもしれないですねはい第三者の目と一緒でまあ第三者の言葉とかまあ例えばそのエゴサーチとか YouTube のコメントとかなんかわかんないですけどあとまあそういう意図で言ってないのにそういうふうに取っちゃう自分とかなんかこう そういうものからこう。思考が絡まっちゃって。それに対抗しようとして、こう自分がこう強くあろうとするとか、なんかわかんないですけど。なんかこう弱くなっちゃったりみたいな、なんかそういう状態だった。と思います俺はすごい、俺はもっとやる、やるみたいな、こう意気込みで。なんていうんですかね。まあ。王冠というか、まあ、やるでって,っていう感じなんですけど。まあ、そのプレッシャーで首が折れて。 なんか英語で何でしたっけ「break your neck か」かそこら辺から引用した気がします <laughs> あるかもしれないですね <laughs> でもなんか自分もそうならないようになって思いますあの学園祭でライブした時にやっぱこういつものワンマンとかでするライブとすごいこう空気感が違うくてここでこうやったら盛り上がるみたいな一つのフォーマットがあるとなんかだん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 なんて言ったんですかね自分の周りに イエスマンじゃないですけど、なんか。そうやることが。成功の形みたいになっちゃって、活動していく中で、だんだん。もし、こう。イエスマン。に取り囲まれたら、良くないなっていうのは、こう思うんで、まあ。そうですね。そういうことは思います。新鮮でした。なんか。いつもはここで。盛り上がるってとこで。あんまり、まあ、盛り上がらなかったりとか。いで、ここで盛り上がるんだとか。違うポイント。 で、盛り上がったりしててそういうのでここ勉強になったというか首飾りブリングはあのまあその前の王冠の 話とつながってて、まあ、リングで鳴り響く「ベルはジャーのねっていうのはなんか「俺すごいで」みたいなとかもっとこうまあセルフ帽子にというかに対してこうジャーのねをたたいてこう煩悩を消していくというか「煩悩を消してます」みたいな感じで,ですねそういうのを <laughs> はい <laughs>、まあ、ヘミングウェイのそのまあ小説もそうなんですけどそのジョン・ダン の、なんか多分詩人の人で、まあ誰がために金はなるみたいな話があって、それにインスパイアされてヘミングウェイ確か書いたっていうあれだったんですけど、スペインの内戦かなんかで死んでいく人、その弔いの金でしたっけ、教会の。で、それを他人のものとこう捉えられないというか、なんか人間はこう言ったら共同体だみたいな、こう。 イメージというかだから誰かが死んでもそれを自分の痛みとして捉えるみたいな,なんかそういうあれだったと思うんですけど「除夜の音」と「教会」のベルの音の違いみたいなのをすごいこう昔読んだことがあって日本のお寺の鐘はこう下にズーンってなって海外の教会の音はパーンって上に行くのがこう上に神様がいるから上に向けて鳴らしてて寺の鐘は。 ヤオロズのななんったたけとかみたいなこう身の回りにいるから下に慣らしてるみたいな話があって多分「ジョヤの根」って出た時になんかそれで連想して金そっちの金も出てきた時に「誰のかために金はなるで」で「ヘミングウェイで」ってなんかそうやってこう出てきてでそのヘミングウェイの「誰がために金はなる」の意味とか見てエゴってこう自分自分ってなっていくんですけどその「誰がために金はなる」ってこう。 自分だけじゃなくてもっとこう共同体としてこう痛みをみんなで感じてみたいな,なんかそういうニュアンスがあったんでジュアの金でこう煩悩を消して自分だけじゃなくてもうちょっとこう共同体というかなんかそういう感じのイメージで「IMeditate」はまあその「瞑想するのメディテイトもそうなんですけどそのジョン・ダンの「の誰がために金の鳴るの」 刺繍の多分タイトルがメディテーションとかだったんですけどなんかそういうあれだったと思う <laughs> たまにトライしたことあるんですけどあんまり続かないですねなんか一回京都の朝5時とかなんかこう瞑想なんたらみたいな友達と行ったんですけど起きれなくてやめました最近はまあ運動したりもそうなんですけど一番効いてるなと思うのは 小説はんか本読む他のまあ本とか雑誌とか読むとなんか朝読むようにするんですけど結構こう心が落ち着くなと思ってなるべく読むようにしてます。最近朝読むのはまってんのがあの「プレジデント」でしたっけの雑誌読んで「これは」とかは別にないですけどなんかこういろんな意見があるなと思ってこう見てます。 そうですね。ネガティブプロウェイで、なんかまあ、ネガティブをこう、振、ま、り、あ、払うというか。ああ、でもなかなかできないですよね。やっぱ残、残りちゃうんで。だからあんま見ないようにするんですけど、まあ、時間がもう解決するというか。うん、まあ、その、悪魔は、 はまあネガティブだったり第3、まあの第,三の第三じゃや三人の目だったりとか、まあ、そういう自分をこう、まあ、強すぎるエゴとかなんかそういうものからこうまあローアウェイしてランアウェイしてアルバム作らな曲作らなみたいな感じで6に寝てないけど寝かす6と9はまあ成功症の話ですね。はい お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。今の大地さん、今のバイブスの大地山本さんはなんか何が一番インスピレーション元になって曲を作る感じなんですかね。最近でもそれを確かめながら作ってます。フューチャリングじゃないまあ自分の曲とかだとなんかただ作りたいから作ってみようみたいな曲を結構作って全然なんか聞かせられないような。 クオリティなやつといっぱいあるんですけどなんかそういうの作りながらもう一回初心に変えるとかじゃないですけどなんかどういう部分が自分をドライブさせてるんだろうってこう確かめながら作ったりはしてます、ね、普段なんか曲作りにおいてこういう時にこういうい時に一番乗るんだっていうのはありますかなんか朝なのか夜なのかとかなんか自転車こいでる時にめっちゃいなんか降ってくるとか結構朝書くことが多いですねリリックは パターン化するのを防ぐために夜っぽい曲だったら夜書いてみようかなとかまあ夜やってみようかなとか散歩しながらとか電車しながらメモ取ってとか大きなパターンはあるんですけどちょっと崩しながらやってるみたいなご自身の中の,そのパターンいくつかある中のご自身の黄金ルーティーンみたいな黄金パターンみたいなのありますか <laughs> これが全部揃うとめっちゃ乗るみたいなあたまに来るのが最近来ないんですけど 書いててあ携帯見ようみたいななった時にそこで見ないみたいな選択をするとなんかめっちゃスイッチ入る瞬間があってあんま最近怒んないんですけどあれは何だったんだろうってたまに思います <laughs>。Maybe, maybe, maybe 足りないもの探し疲れたら足りてるもの数えてみたらあのやっぱ曲ができた瞬間が一番幸せでもうミックス出す前のなんか生々しい状態であこれで終わったみたいなこうパズルハマったみたいな時が一番好きなんです。